今回は五郎さん。うん。じゃじゃーん。こちらです。ああ。このね、宣伝ですね。そうです。本で、うん。やっとできた。いや、大変だった。そうですね。大変。2年以上かかってる。満を持してなんですね。いや、満を持してないけど、満を持したわけじゃなくて、単に時間がかかったの。いや、おめでとうございます。いや、めでたいんだかどうだかわかんないけど。はい、ご紹介します。はい、めちゃくちゃわかるよ。印象派山田五郎大人の教養講座というタイトルで6月26日発売開始されます。はい、ダイヤモンド社からね。ダイヤモンド社さんから。はい、これはどういう本なんですか？こちら当チャンネルをベースに、印象派に関する内容を網羅して書籍化したものということだと思うんですが、なんで視線が泳いでと、YouTube で今までやってきた中で、印象派の前段階になる、まあ、講義の写実主義の画家たちだね。マネ先輩とか、クールベ先輩とか、ブーダン先輩とか、諸先輩。それからもう大先輩であるところのターナーとか、ミレーとかいるね、バルビゾン派とか。その前段階。それから印象派の人たち。モエとかルノワールとか、ドガとか、カサットとか、シスレーとか、ピサロとか、あって。さらに、ゴッホ、セザンヌ、ゴーガン、ポスト印象主義と呼ばれる画家たち、それからスーラみたいな新印象主義の人、はい、印象派前夜、印象派、印象派後という部分を網羅して、トータルで印象派とは何だったのかというのが分かるようにという。だけど2年もかかってるから、はい、やってるうちにまたどんどん次、違うアーティストやっちゃうじゃん。やってるうちに増えてってそれでキリがなくなって、キリがなくなってYouTube でやった分を対話形式でまとめてあるんだよ、はい、番組を文字起こししたんだけど、それだけじゃ何のこっちゃわからんから、はい、いろいろ補って、はい、分かりやすく対話形式で やってるから、もう、またそれで分量増えちゃって。なあ、こう、プルーフっていう、この構成紙だけど、この厚さだよ、これ。すごい。重い。重そうです。重いよ。重い。これが一冊の本に。これが一冊の本になったんですよ。そんな延々やってるからさ、はい、このアシスタントもよ、はい、初代の和田に始まりさ、ウリタリがいたりさ、あとみんなが休んでる時にさ、小牧だのさ、なんだのさ、はい、他の人がやったのとかみんな入っててさ、はい、どうすんだよこれみたいな話になって、いちいち名前変えんのかよみたいな、アシスタントで統一、アシで統一みたいな。じゃあもうアシさんになってる、ね。アシになったよ、もう。アシで統一だよ。いや、これが本になるとなるとすごく分厚い。だから分厚いよ。これはつかみ本っていうやつなんだけど。持っていたら案の定。この厚さだよ、これ。すごくないですか。すごいよ。聖書に次ぐ厚さでは。旧約なそれも旧約並みの厚いよこれ。すごい存在感ありますね。はい。もうこの対話形式があれ、またあの田中さんっていう優秀な編集者がさ、もういいよっていうぐらい中つけてくれ。脚注つけてくれたけど、の字がちっちゃくてな、中の字、はい、それを見るために俺ついにあのルーペ買ったんだもん。ルーペは三つも三種類も電気つくルーペ。注釈ってなんか小さいイメージあります。小さいにも程があるんだよこれ。あの番組ご覧になってない方も、ご覧になった方も楽しめる。ご覧になった方もね、はい、逆に特におすすめですよ。あの整理してあるから、うん、バラバラにやってるから、あの動画の中ではね、はい、で整理してあって、印象派の人脈がどうなってるかとか、はい、印象派展っていうのがいつどういうふうに開かれてるとか、はい、そういうのもちゃんとまとめてあるから、読むとどうなれるでしょうか。うん、印象派に詳しくなれると思うよ。うん、印象派の全体のが、だから売谷みたいにさ、はい、ゴッホって印象派じゃないんですかって今更言ってる。はい、言ってます。ね、この語に及んで、これ全部印象派じゃないんですかって言ってた。はい、ポスト印象主義、新印象主義。一応印象主義だけど、めちゃくちゃ異色。
帯なんてかけちゃったからさ、やばくてエロくて偉大なのであると俺言ってねえよと思うんだけどさ。言ってそうな吹き出しになってます。言ってねえよ。モネが隠れちゃった帯で。これが一番印象派だっつうの。見えなくなっちゃう。一番印象派が見えなくなっちゃう。まあ、でも綺麗な表紙ですね。うん、帯取ってくれた方がいいよ。でも帯には五郎さんの写真も。いやだから俺そういうのはね、本当嫌。え本の帯って俺なくしてほしいんだよ。あら。それ出版社にいた頃から言ってるんだけど、帯をやめようって。まずカバーかけるときに邪魔だしさ、必ず帯が破損してくる。返本で帰ってくるとき、必ず帯が破損して、ね、帯だってタダじゃねえぞっていう話があって、はい、それでデザイナーの人が頑張ってさ、こんないいデザインをしてくれたのにさ、はい、台無しじゃねえかよ。個人的には帯捨てられない派なので。そうなんだよ。じゃあまた、この困るのはさ、古書会ではさ、帯付き、帯なしっていうのが、あるから、はい、帯取っとかなきゃいけないんだよ。あ、帯ありの方が価値が。特に初版の帯が、帯変わるからさ、はい、一等最初の帯がついてるやつが一番高いんだよ。だからさ、帯ついてるとカバーかけにくいからさ、帯取ってカバーかけてさ、帯はこうやってここに俺しまって。ああ、ちゃんと取っていらっしゃるんですね。だからやめてほしい、帯は。もう本当に綺麗です。この、飾っておきたい感じがします。帯取ったらな。そこは、お値段は税込みで3520円です。520ページ。そうなんだよ。500超えてんだよ、これ。3000いくらだって ?3520円です。税込み。税込みです。そのぐらいになっちゃうね、これ。いや、なります、なります。うん、申し訳ないけど。カラーだしね。全部。あ、全カラー。これね、ダイヤモンド社で、昔、変態美術館っていうのを、やったんだよ。はい、それは、コピーライターの小山純子さんとの対談の企画をやったのよ。はい。ね。その同じ編集のスタッフがやってくれたの。その変態美術館の時に、値段が上がるからって、モノクロにしたんだよ、図版を。はい、大変に評判が悪かったことの反省を踏まえて、大変に評判が悪くてさ、Kindle 版はカラーの図版が入るようになったんだよ。だから紙版買った人からまたすげえ文句言われて、これあかんと。やっぱり絵の方はね、カラーじゃ値段が高くなっても、カラーでいかんといかんって、はい、編集の偉い人の土江さんっていう人が決断して、はい、それで、こうなったら、もう3200円になって、もうこれ、怖かなだろうと。いや、本当に豪華だと思います。いうことなんですよ。お許しいただきたい。そちらの プルーフっていうんですか、まあ、すり出しっていうね。すり出し。うん。土江さんはね、プルーフっていうんだよ。横文字で。横文字。うちの甲さんはそれをずっとさ、ループって言ってんだよ。でこれからループにかけますからって、回すのかなと思う。プルーフね、プルーフ。こういうふうに印刷が上がってきますよって、最終的な印刷の、いろんなものを直して、版ができて、それで刷った状態のやつがこれだよ。じゃあもう、本物と同じ。うん、だからこれを本仕様の、あれに、こう裏表で吸っていきますよという。だいたいこんな感じで上がってきますよっていうこと。いいですかっていう。ですかっていうことなんだけど、ちょっといい紙で出してきやがるからさ、プルーフってさ。いつも本仕様の紙でするとまたちょっと微妙に変わったりするところが問題なんだよね。同じ紙でやった方がいいんじゃないかって思ってるんだけどね。じゃあ、五郎さん的にはまだこれから確認作業があるってことですか？もうないよ。もうこれ確認作業何回やったと思ってんだよ、これ。これ4校ぐらいまでやってんの。4校？うん。よくダイヤモンドもそこまでやらせてくれたなと思ってんだよ。うん。なんかね、これすごくて、土江さんっていう偉大な編集者が担当なんだけど、土江さん何が偉大かって、急がないんだよ。
急がないんだよ。できた時でいいですぐらいの感じなんだよ。なんか真逆のイメージなんですか。高田島社と真逆だろ。知恵堂を吐いてでも明日までにっていう高田島社と真逆のあれで、それをいいことにさ、それをいいことに俺もその一緒にやってた編集高田も、のんびりやってのんびりやってたから、でしかももう一回直させてください、もう一回直させてくださいばっかりやってるから2年もかかっちゃったんだよ。その分いいものができたと、はずですよ。まあ、キリがないからね。もうそろそろいいでしょうっていうことで、もうそろそろ出しましょうよっていうことで出たんですよ。そういうある意味非常に贅沢な本なんですよこれ、うん、今時そんな時間かけてね作らせてくれるところもないんですよ、うん、こちらは、はい、6月26日、はい、発売予定です。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。楽しみにしてます、はい。